ゼロのリフのコツを教えていただきたいですと。まあこれはそのシャッフルビートなので、タッカ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 タンっていうね、シャッフルビートが自分ができてるかどうか確認して、できてないようだったらそれをきっちりトレーニングするっていうことだから、オルタネートピッキングができてるかどうかっていうのもシャッフルビートでは命取りになるんで、あとはあの CD 聴いてもらったら多分ね、大体ね分かると思うんですけど、でこれどっちやねんって思ってる人結構いたと思いますけど、このドゥ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 っていうのとドゥ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 ってね、これね両方やってるんですよ。ラの後にミを入れないっていう、まあ簡単な方でまず練習した方がいいんじゃないっていうことですね。やってみるといいんじゃないでしょうか。